ついにですね、当店に入会いたしましたカメラ、今このタイミングです。やばいっすよ皆さん、これ見てください。このイラストめちゃめちゃ押しやすいです。これ特別なプレゼントをご用意しております。KTM 山形セールス高橋です。本日はこちら390デューク2024年モデルのご紹介となります。ついにですね、当店に入会いたしました。一目見るだけで輝きとオーラを感じます。実車を見るとですね、今までこう気になったところがもう全然こう気にならなくなるぐらい、まずめっちゃかっこいいって思いました。特にこのカラーリング、名前もちょっとおしゃれなんですけれども、エレクトロニックオレンジ、近未来感な感じの名前ですね。しかもホイールもオレンジでですね、オレンジでバシッと決めてかっこいいバイクを出してきましたね。そんなこちらのバイクですね、一体何が変わったのかっていうのをこれから皆様にご紹介したいと思います。メーカー希望小売価格なんですけれども、こちら車体価格78万9千円となっております。この金額聞いた時僕本当にびっくりしました。なんとこの前のモデル、2023年モデルの車体価格が76万5千円なんですね。もう2023年モデルから2万4000円上がったんですけれども、それでこの内容、このバイクを用意してきたと思うと、もう鳥肌もんです。水冷4ストローク DOHC 短気筒と、排気量がですね、今回 398.7cc で、前のモデルが 373cc、 ここももう限りなく 400cc に近づけてきた形ですね。馬力が45馬力、最大トルク39ニュートン、それでいて KTM のバイク軽いと。車両重量が165キロで、燃料タンクも15リットル入ると。 KTM こう元からこう燃費いいんですけれども、ツーリングされる方もとっても乗りやすいんじゃないかなって思います。標準で測れてくるタイヤなんですけれども、11月に発表されたばかりのニシナのパワーシックス、一番最新のタイヤ履いております。サイズがフロントが110の70の17、リアが150の60の17となっております。フルモデルチェンジに合わせてですね、フレームも全部変わってると。 KTM といえばトレリスフレーム、スチール製のメインフレームと、後ろ側ですね、サブフレームがアルミ製、いやーすごいですよねこれ。でさらにこうトリプルクランプとかも変えているので、こうハンドリングが変わったと。どれだけパワーアップされたかと、今からのちょっと乗るのが楽しみなんですけれども、山形残念ながら今真冬でして、なかなか乗れる機会がないというところが残念ですね。カラーリングなんですけれども、今のこちら見ていただいているカラーがエレクトロニックオレンジ、こちらともう1色アトランティックブルー、この2色が展開されております。このバイクシートもオレンジじゃないですか。このオレンジシートめちゃめちゃかっこいいんですけれども、なんとこのシート初期生産分のみ限定カラーみたいで、これ以降生産されて出荷されてくるバイクはブラックシートになっちゃうそうなんです。12月新型のご予約の方限定のプレゼントもやっておりましたので、買うなら今このタイミングです。さらにですね、シート高も変わっております。820mm、 前のモデルが 830mm だったので約もう1センチ低くなっております。これからですね、あの KTM の純正カスタムパーツ、ローシートっていうものが今後発売予定で、そちらをつけていただくと、なんとシート高が 800mm と2センチもローダウンができる形になります。 KTM のバイクシート高くて、特にこう女性の方とか足つき気にされてる方は多かったと思うんですけれど、ローシートもつけると 800mm になるので、強い味方ですねこれは。で大まかなのスペックこういった形だったんですけれども、早速ですね、各部詳細なところを一緒に見ていきたいと思います。まずは気になるメーターから見ていきたいと思います。5インチディスプレイとめちゃめちゃでかくなっておりますので、そしてフルカラーでとっても綺麗なメーターになっております。で早速ですね、こちらこんな感じのメーターです。見ましたか今のオープニング、めちゃめちゃビカビカしましたね。これが純正のメーターなんですけれども、まず見やすいですよね。ランプも、あとギア、そしてスピードと
エンジン回転とかいろいろあるんですけれども、あれなんだろうと思う人もいるかと思うんですが、ここにですねクルーズコントロールではないんですけれども、スピードコントロールというものが新しく装備されております。ここに設定したスピード以上にならないようにっていうリミッターをかけられると、法定速度というものがありますので、気持ちよく走っていく中でも節度を持って走っていただきたいなと。これをこう設定しておけばやばいスピードまではいかないと。その他ですね、なんと今回ライドモードも加わっております。メーターいきますとすごいですね。これ今まで KTM のちょっとこうビッグモデル大型だとこういったメーター導入されてたんですけれども、いよいよこちらのスモールシリーズにもフルカラー、そして綺麗なイラストまで出ております。ライドモードも選べるようになりました。今はこうストリート、そしてトラック、レインと3つのモードがございます。トラックこちらですね、こう選択するとですね、わかりますか、こう若干メーターの仕様が変わったの、すっすごいこれだけのやる気にさせてくれるんですけれども、あとはこうレインモード、それはこうアクセルのこうレスポンスが変わったりとか、より楽しくそして安全に走れるようなモードが加わっております。次はこう ABS トラクションコントロール、こういったところも設定が変更できますので、 KTM の PV でウィリーをしたりとか、ぜひ試したい方はこちらを設定していただいて、なので同じようにこうトラクションコントロールも設定できますので、そしてローンチコントロールもついております。見てください、このイラストすごくないですか。カラーこう赤、青、緑とか色々角度こうあるんですけれども、見てください、これどこを見てますかっていうのが全て表示されるんです。給油とガソリン、そしてバッテリーと、その他こういった各種設定も可能でございます。そしてですね、今見つけたんですけれども、メーター脇に見てください、 USB ついてます。なんとこう可愛らしく小さくついたんですけれども、こちら開けてみるとタイプ C を差し込む形になってます。嬉しい仕様ですね。スマホを充電しながら、そしてマップも使いながら乗られると思うんですけれども、こちらが標準装備でついてまいります。前に回っていただくと、一番最初にびっくりしたところなんですけれども、ここの顔、ここがポジションになるんですね。実写を見て本当にびっくりしました。めちゃめちゃかっこいいですよね。でさらにこうヘッドライトの雰囲気なんですけれども、こんな感じですね。でもハイビームもこんな感じで、もうフル LED、 本当に明るいのと、まずかっこいいです。斜め前、そしてこう横、僕この角度が好きなんですけれども、特にこのタンクのこのスポイラー、なんだかこう1290スーパーデューク R っぽいというか、これを待ってたぞみたいな、そんなかっこよさがここに詰められてますね。ハンドル周りも390デューク2024年ものから新しくなったスイッチボックス、こちらのこう手を添えるんですけれども、すっごい押しやすいくぼみになっている、角度になっているというか、上ボタンがちょっとこう上が上がって、下ボタンが下が上がって、右側こう上がってるんですよ。めちゃめちゃ押しやすいですこれ。ハザードもついてくる。であのこういったハイビーム、ロービーム、ホーン、リンカーってのがあるんですけれども、これがですよ、プラス2万円ちょっとでこのモデルを出してきた KTM、 どうなってるんだと。海外製で値上げだったんですけれども、その値上げの幅と同じぐらいでフルモデルチェンジを用意してきたと。で右側のスイッチボックスもこういった形になっております。このシート、そしてタンデムシート、よーく見ると見るとこの結構入っていって、グリップしやすいような仕上げになってたりと。でもこのオレンジシートは初回分だけ、なんともこう気持ちをそそらせるというか、プレミア感というか。でさらにこう新設計のフレームがこうきて、まあ、トレビスフレームなんですけれども、さらにここにこうアルミのサブフレームが入ってくると、すべてが新設計になっているので、今度ちょっとシートの下を見ていきましょう。タンデムシートの下はこんな感じです。きっとここに ETC は入れられそうなスペースがありますね。次はメインシートですね。ちょっとパカッと開けることができます。でこれ開けたらちょっと後ろに引っ張るような感じで、
支えコーンがここに入ってますね。結構そこのスペース広そうですね。次はこのマフラーですね。ショートマフラーになっております。液体の方もこちらの方ですね。もうノーマルでも美しいと、このままでもいいんじゃないかと思うぐらいの仕上がりなんですけれども、パワーパーツの方でもめちゃめちゃかっこいいものが出ておりますので、ぜひノーマルとそしてカスタムどちらでも楽しんでいただきたいなって思います。でちょっとこのマフラーの上の方を見ていくと、こちらですね、リアショックまたがって右側にですね出てきております。でこの取り付け位置を移設したことで、まずこうシートコーンを下げることができたりとか、エアボックスを大きくすることができるとか、いろんなこういい面を取り入れた仕上がりにしてたっていう形になっております。こちらのエンジンケース、クラッチケース側も見ていただくと、すごいですね、まだデザイン新しくなって独特な塗装、そしてオレンジのこちらの文字、これもひときわ黒の中にオレンジが光っておりますね。そしてですね、サスペンションも変わっております。まずこうフロントフォークなんですけれども、コンプレッションとリバウンドを調整できると、どちらもこう5段階で調整が可能になっております。さらにリアショックの方はフリーロードも調整可能になっておりますので、お好みのセッティングで前後合わせていただいて、あ、今気づいたんですけど、ここすごいですね、サメ肌というか、なんかこういうの空力学的に何かがあるんでしょうけれども、ちょっとそういったところは私詳しくなくて、とにかくすごくなっております。それではですね、皆様、新型390ジュークのエンジン音、マフラー音を聞いてみていきたいと思います。ちょっと動画越しだとわからないかもしれないんですけれども、今までのモデルよりも結構重低音、低音が響くというか、そんな感じの音がしますね。タコメーターはこんな感じになっております。すごいですね、こう回転数に合わせて今1000回転、2000回転、3000回転と、今の回転数のこの数字がこう大きく表示される、めちゃめちゃ見やすいです。最後ちょっとこうハンドル周り見ていただきたいんですけれども、こうしっかり光っていると、でこう夜暗いところでもボタン操作しやすいですね。でハザードもこう押すことで、今メーターですね、こういった形に表示されております。で、さらに、今、左に出します。右に出します。左右、分割。こう、今までのモデルだと、左に出して、どっちも点滅するとか、あったんですけれども、今回のモデルは、左に出したら、左側が点滅するような仕様になっております。ちょっと、本の音も聞いてみましょうか。またここのスイッチなんですけれども、同じにここも光っているんですけれども、セルスイッチを押していただいて、でキルスイッチはこちらを上にすると、メーターにはこういった形で今キルスイッチ作動してますよっていった表示もされます。あれエンジンかからないっていう時に結構あるんですね、キルスイッチが作動しちゃってること。このバイクだと見やすく表示されているので防止できるような形になっております。次もう一色あるカラー、アトランティックブルーの方を見ていきたいと思います。こちらの方ですね、このカラーもすっごくこう艶やかで深い青色というか、 KTM の出してくるこうブルーって紺というか若干緑っぽい、僕は好きなんですけれども、こちらのデュークっていう文字とこのタンクスポイラーから、またですねこのタンクの色、これも、もうこのモデルのこのカラーリングに合わせた、めちゃめちゃ決まった美しいカラーリングに仕上がっております。落ち着きもありながら、KTM らしさ、それも取り入れたカラーリングになっているので、迷われる方も多いんじゃないでしょうか。そしてですね、気になる皆様の足つきも見ていきたいと思います。私身長166センチ。体重は最近増えてきてるんですけれども、どんな感じの足つきになるんでしょうか。シートコーン820ミリですね。やばいっすよ皆さん、これノーマルのシートコーで今両足の母子球がこうがっつり
踏めます。片足になればもう当たり前のようにかかとまでつくという感じですね。もしかしたら同じこう身長166センチの人でも足が長い方とかだったらもっとこうべったりいくんじゃないですか。ちなみに参考に前のモデルの足つきを比較していきたいと思います。じゃあのこちらの方にですね250デューク年式でいうと2022年モデルなんですけれども身長830ミリです。こちらだと分かりますか、この足先の違い。つま先だけなんですよ、こっち。さっきのような、さっきだとこんぐらいの感じだったんですけれども、今、両足下ろすと、ほんとつま先だけ。これだけ変わってきますね。皆さん、こんにちは。高柳です。私もちょっとまたがってみたいと思います。私の身長172センチあるんですが、ちょっとまたがってみます。ベタ足です。普段ビットピレン401っていうバイク乗っててかかとちょっと浮くぐらいなんですけど、このぐらい浮いてたんですけど、もうベタ足つきますね。このバイクだともうかかとがついてなおかつ膝がもう曲がるので、あの十分足つきはいいですね。あの信号待ちとかも本当安心して待ってられますね。それでは皆様ね、新型390デューク発売を記念したキャンペーンのご案内でございます。この12月ご予約いただいた方限定でですね、特別なプレゼントをご用意しております。まずはですね、当店のセラミックコーティングカスタムでこう6万6000円分相当なんですけども、こちらをプレゼントさせていただきます。仕上がりが全然違うんですよ。でこう新車のうちからですね施工していただくと、より効果も長く愛車をきれいに、そして当店のセラミックコーティングの場合ですと、サビ、腐食、こう塩害とか紫外線、そういうところにも効果がありますので、よりこう KTM のオレンジを美しく長く保っていただくことが可能でございます。あとは KTM のノベルティのプレゼントでございます。ノートパッド、ケース、そしてフィギュア、こういったのもお選びいただく形になるんですけれども、ご用意しておりますので、ぜひ皆様この機会に、この2023年12月中のご制約の方だけのご案内なんですけれども、早めにご相談くださるようお願いいたします。本日はですね、こちらの新型390デュークのご案内だったんですけれども、ワクワクが止まらないですよね。もう全てが変わって、そしてかっこよくパワーも上がって使いやすくなっていると。今こちら KTM 山形店舗にこのオレンジとあとブルーと飾っておりますので、皆様どうぞこの機会に実車を見に来てくださいませ。本日はこちらの KTM390 デューク2024年モデル新型のご紹介でした。ありがとうございました。